ディスパッチより各ユニット、飲酒運転の疑いのある運転手が職務質問を振り切り、現在瀬野浦高速道路オパレと、米方面に向かって逃走中。対応可能なユニットは追跡に参加せよ。見つけたぞ、あいつか。よし、さっさと捕まえちまおうぜ、俺たちならできる。囲め囲め、逃げ場をなくすんだ。了解だ、これで止めるぞ。うわぁ、捕まっちまうよ。警察が、直ちに振るのは止めなさい。なんてやつだ。あいつかよ、俺たちも自転車の引っ越しに入る速度を出してやがるぞ。とんでもねえな。止まれ俺、危ねえぞ。おい、なんだあれ。あ、上だよね、なんか落ちてきたぞ。な、あいつは、いや、そ、やっと。こちらディスパッチ、バイクユニットの付近にインターセプターユニットを向かわせました。もうすぐそちらで確認できるはずです。おい、あのインターセプターめっちゃ速いぞ。英語を喋るな、視聴者がわからねえだろ。みたいぞ。お、おいおいおい、あいつ捕まえられそうだぜ。いい、止めにかかったぞ。あああディスパッチ、ワシは無断を蹴るぞ。止まっちゃいない。はぁ、はぁ、はぁ。自転車っていうわ。インターセプター、対象に距離を取られています。質疑に注意し、可及的速やかに確保願います。インターセプターも普通みたいだな。ディスパッチ、応援を残してくれ。なんでもいい。ディスパッチ了解。パレと、米付近のバイクユニットを向かわせています。ディスパッチ了解。パレと、米付近のバイクユニットを向かわせています。高速道路ってこともあって速いぞ。あいつ、そ、絶対飲酒運転してるはずだっていうのに、なんであんなに速いんだ。応援が足りない。ディスパッチ、インターセプターはいないのか。こちらディスパッチ、当機関にはインターセプターユニットの車両はその1台しか所有しておらず、インターセプターユニットはこれ以上そちらに送れません。バイクユニットであれば対応可能です。どうぞ。バイクユニットって左だろ、固定線。もういい、目視したから追跡する。おい、インターセプターを支援してやってくれ。バイクユニットで行くな。おいよ、ディスパッチ了解。バイクユニットを向かわせました。本当に2人でしか来ねえじゃん。まあ、多ければ少しは違うか。いや、どこに住んだ。誰の紹介しろ。こちらディスパッチ、応援のバイクユニットがスタミナを振り絞ってコード3で急行しています。多分オートブロックを展開しようにもどうせ2人だろうし。というか、バイクユニットはどのくらい行ってるんだ。ディスパッチ、疲れてきたぞ。追跡は無駄はダメのか。こちらディスパッチ、被疑者は依然逃走中とのこと。このアリバックメリットを持つサイトを DMX で追跡願います。文字通り鬼のようなディスパッチだな。あんな持ってかれる車だよ。先回りしてやる。さすがに自転車乗りも警察官は捕まえだろう。あっ、と、早すぎる。同じところばかりを走る気なら自転車をもっと集められそうだな。やつを発見、後ろにはインターセプターがいるぞ。デラックスはデラックスだけど武装してないんだよな。あくまで飛べるだけ。もう限界だ、足が死ぬ。おい、ディスパッチ、映像は引き立て電車を買ってくれ。こちらディスパッチ、自腹で買って、どうぞ。以上。ディスパッチよりカプチャー、事務所は依然逃走中です。まずは停車させることから試みてください。おい、止まった止まった。地獄が終わるぞ。車から降りたぞー。あと少しだったのに。はい。俺がいなかったら多分一生捕まることなかったんだろうな、この人。こちらディスパッチ、14時6分、追跡終了。被疑者確保が1、その他0、以上。あ？捕まえられたな。いやー、よかったよかった。スレートとかのようだな。でも二酸化炭素の排出量は抑えられたんじゃないのか。息が荒くなるから出てることに変わりはないが、まあそうなんだろうな。俺は昔から脚力は鍛えてたからな。疲れはまだないが、どう考えても実用的な追跡方法じゃねえな、これ。はい、まず飲酒検査するよ。ふらふら運転してた割にはよくここまで来れたな。ほんと。追跡されると酔いって冷めるんですよ。いやー、無事捕まえられてよかった。結果オーバーだな。でも待てよ、結局俺たち何もやってねえよな。あ、サンプルだけだな。くっそ、おいしいタコ持ってかれたぜー。
こんにちは、ウプ主のクエストドラゴンです。 LSSD 警部、マリサだぜ。さて、今回は GTA5 ゲーム実況第133弾ですね。 LSPDFR シーズン5パート2、やっていきますか。今回は 0.4.8 です。今日はシェリフだな。ちゃんとシェリフの格好してるじゃねえか。LSPDFR 本体側だと LSPD の格好にしかなれなかったので、EUP を入れました。それで着替えてます。さて、現在時刻は18時35分、夕方の時間帯で勤務ですね。今回は前回の番外編で言ってた通り、ダッジチャージャーだな。2014年製のダッジチャージャーになります。いくつかデザインがあるタイプを導入しました。奥には青色タイプが見えますね。今回は白色タイプを使用していきます。さて、じゃあそれっぽく車両点検しましょうか。シリーズを始めた当初はがっちりとやってたんですが、もうやり方忘れました。どうやってたんだろうね。ウプ主、自分の前の動画見返せば大体わかるだろ。まあ、そうなんですけどね。で、車内はこんな感じです。なんかいろいろ装備されてるパトカーなんだな。みたいですね。後部座席とは区切られてます。じゃあ、警告灯を点検して向かいましょうかね。一応青色点灯だけのタイプもあったんですが、今回は普通に赤と青のアメリカンスタイルで行きます。ELS は非対応だな。ですね。さて、サイレンの点検も済んだのでやっていきますか。番号は、下2桁でいいか。4桁とか長えし。BC45 よりディスパッチ。こちらディスパッチ、BC45、どうぞ。今からケイラに向かうぜ。ディスパッチ了解。さて、トランクから防弾チョッキとカービンライフルを出しまして。はい、じゃあ行きましょうか。サンディーショーズは都市部よりも治安が悪いからな。日々銃の乱射事件の情報が毎回無線で入ってくるほどだぜ。そんなに、結構ひどいんだな。ここ。柄の悪い奴らが多いからな、サンディーショーズは。そっか。確かにイメージとしてはそんな感じだな。あ、そうそう、右下のレフィックススピードメーターですが、アップデートが入りまして動かなかったギア表示のバグが治りました。なのでサイドギア表示付きのユニット表示に戻しています。お、アップデート来たのか。よかったな。だね。さて、まずは紹介しますか。BC45 より LS 保安局、ナンバー紹介願います。67MOS216 でサドラーです。こちら LS 保安局、紹介の結果、保険なし、所有者に逮捕状あり、十分注意して対応してください。以上 LS 保安局。ひでえ運転手だな。とりあえず止めるとしますか。前の車の運転手さん、路肩に寄って停車してください。この場所に青色の車ってのもなんか似合わねえな。まあ、どんな色の車を選ぶかってのはその人によるでしょ。さて、車の保険がないっていうよりも運転手が指名手配犯だってことの方が重要だからな。速攻で逮捕するか。落ち着いてるな。普通にしてるぜ。どうも警察です。免許よろしいですか？ああ、これだ。はい、ありがとうございます。ちょっと調べますね。なんだこいつ、急にそわそわし始めたな。BC45 より保安局、ID 調べてくれ、ハリス・アルジョビク、男で1976年1月25日な。こちら LS 保安局、紹介の結果、指名手配犯です。確保してください。以上 LS 保安局。ちょっとコキ検査させてください。これに引っ掛けてもらえますか？コキ検査？そんなものはやりたくない。検査拒否だと？まあいいか、どっちみち逮捕だし。じゃあ降りてきて。銃を向けて確保するのか。よし、手を上げて地面に伏せるんだ。やっぱりこうなるのかよ。指名手配犯だからな、ただで返すわけにはいかない。はい、確保ね。俺に対して呼気検査は別に拒否ったっていいけど、署に行けばそうはいかないぞ。お前なんかに免許見せなければよかったぜ。見せようが見せまいが結局逮捕だけどな。よし、こっちまで移動するぞ。所持品検査とかやって、護送を呼ぶか。だね。さて、何持ってるのかとか調べないとだな。そういやちょっと聞くけど、麻薬とかやってたりするの？麻薬だと？俺はこの1年麻薬なんかやってねえよ。ああそう。まあいいや、とりあえず所持品調べるからね、じっとしててよ。またストップザペットがアップデートされてるな。そうだね、なんでも、バイク代行の追加や犯人が抵抗する確率を追加するアップデートが入ったそうです。ヘロインの小袋、マッチ、ワイヤーカッターを持ってたな。麻薬はやってないけど持ってはいるんだな。ディスパッチ
地より各局、護送中の被疑者が逃走中、対応可能なユニットは応答願います。場所はサンディ少女です。はい、じゃあ君はパトカーに乗っておいてね。もしかしたら麻薬の売人ってことで指名手配犯だったのかもしれないな、こいつ。かもしれないね。じゃああの車を調べますか。免許だけじゃなくて、車のナンバープレートだけでも指名手配犯かどうかわかっちゃうんだから、車止められた時点でもう言い逃れできないよな。確かにそうだね。まあこっちだって確保する前提で職務質問してるし。BC45 より LS 保安局、車両牽引願います。車種はサドラー、場所はサンディ・ショーズです。LS 保安局了解、大型牽引車を向かわせる。BC45 よりディスパッチ、指名手配犯の護送ユニット送ってくれ、サンディ・ショーズな。ディスパッチ了解、付近の護送ユニットを向かわせる。ちょっと待て、どっかで売ってるな。このランダムイベント苦手だな。どこだかわかりにくいし。無駄くないか？まあでも見つけたからいいや、正解。ディスパッチより各局、来月公演を目撃したと市民から通報あり、現在も進行中とのことです。対応可能なユニットは応答。場所はサンディ少女です。大丈夫ですか？なんか平然と立ってるけど。大丈夫ですけど。PC45 より LS99、銃撃の負傷者1名治療してくれ。場所はサンディ少女だ。LS99 了解、金の救急ユニットを向かわせます。一応身分証明書とかお持ちでしたら見せてください。BC45 より LS 保安局、ID 紹介願います。グレタス・レイさん、男性で1996年10月27日生まれです。どうぞ。こちら LS 保安局、紹介の結果、免許の期限が切れています。以上 LS 保安局。持ち物調べますね。カメラとか唐辛子スプレーとか違反切符とかだな。なんかフラついてるんだよな。これは使用なのか？使用とか言うなよ。というか、痛がってるんだろ。撃たれてんだぜ、この人。あの発砲野郎はご臨終のようで。まあ、あいつは助かろうとそうじゃなかろうと別にいいんだけどな。普通だな。まあいっか、怪しい匂いもしないし。とりあえず病院行きましょうか。いや。俺別に健康ですけど、いい怪我人です。BC45 より LS99、銃撃の負傷者1名搬送してくれ、場所はサンディ・ショーズだ。LS99 了解、対応可能な救急ユニットを向かわせます。ちなみにあの撃ってきた人との関係は？あいつ、元彼。ディスパッチより各局、交通事故が発生したとの通報あり、対応可能なユニットは応答願います。場所はサンディ・ショーズです。あの人はそういう人だったみたいですね。さて、パトカー移動しておきますか。交通の邪魔になってるみたいなので。救急隊が来てくれたな。あとはお願いするか。だね。これであとは運んでくれるね。そういえばの話だが、あの発砲してきたやつどうするんだ？そうか。半分忘れてたわ。さすがにちとひどくねえか。こいつは意外とここに似合わない格好してるんだな。ウプ主のサンディ・ショーズの市民のイメージってこれが定着してるんだろ。BC45 より LS 保安局、機体回収願います。サンディ・ショーズです。LS 保安局了解、検視官を向かわせる。この辺りはマス目のような道路の形をしてるから、比較的早くユニットが到着してくれるね。確かにな。都市部とかマップの中心あたりとかだと結構入り組んでてくるのに時間かかったりするよな。山のあたりとか自然保護区のあたりとかは特にそうかな。この先さないと実況するときは多分カット入れる羽目になりそう。ウプ主の会話が続かなかったら、の話だろうけどな。そうだね。続かなかったら、の話だね。さて、あとは遺体を回収してくれるね。性を知らないなら、どうやって死を知ればいいんだろうな。まあ、確かに、言ってることは深いね。なるほど。死因はハンドガンによる銃殺だな。よし、持ってくぞ。さて、これでいいかな。一つ事件が起きるとどんどん起きるからな。このあたりは。だな。まあそれは仕方ないんだが。とりあえずパトロールに戻るか。大丈夫かな？他に変な奴とかは、いないか。じゃあ戻ろうかな。この辺りじゃ犯罪者を見つけるのは難しくないってほど犯罪者がいるからな。確かにね。なんだあの車。見た感じ整備不良車だな。普通に走ってるし。前の車の運転手さん、路肩に寄って停車してください。
ちょっと待て、どっかで誰か撃ってるよな。撃ってるね、一台来てもらおうか。PC45 よりディスパッチ、発砲してるやつが付近にいるから応援一台頼むぜ。ディスパッチ了解、付近の対応可能なユニットはコード3で現場へ臨場願います。PC4 了解だ、臨場する。ディスパッチ了解。あっちの方から撃ってるんだよな。まあいいや、まずこの人を職務質問だな。え、この車よく見たらさ、マリサ？ああ、これはあれだな。バイソンだ。ほらね、やっぱなんかあるわ、この人。警察です、免許見せてもらえます？あいよ、免許1枚ね。免許は1枚しかねえよ。で、調べますか。お寿司のない運転手だな。目は充血してるし。絶対なんかやってるわ。とりあえずまずこの人についてこう。BC45 より LS 保安局、ID 紹介願います。アンドリュー・マクブグルさん、男性で1991年9月6日生まれです。どうぞ。こちら LS 保安局、紹介の結果、免許有効で逮捕状はありません。以上 LS 保安局。ちょっとドラッグ検査しますよ。ああ、アウトだな。コカインとエクスタシーだな。確認ですが、麻薬ってやってます？ああ、時々やらせてもらってるぜ。深くあんのかい。ああそうそう、車自体には何かフラグとかついてたりしないか調べてみるか。PC45 より LS 保安局、車調べてくれ。バイソンで 01KUJ330 な。こちら LS 保安局、紹介の結果、違反項目はありません。以上 LS 保安局。ちょっと車から降りてきてもらえます？嫌です。あ、はい、降ります、降ります。はい、動かないでねー、地面に伏せてねー。おとなしくしねえとこいつをぶっ放すぞ。わ、わかった、わかった。麻薬使用の容疑で現行犯逮捕ね。麻薬使ってなければ切符だけで済んだっていうのにな。ま、使ってるなら仕方ない、逮捕するまでだね。じゃあすみません、持ち物調べてもらってもいいですか？了解。その間にこっちで車内を調べますか。車の中からも麻薬が見つかったりしてな。焼けた覚醒剤用のタイプ、ブルブル震えるあれ、警棒、違法な薬物を持ってたぞ。なるほど。ちなみに車内からは運転席に MacBook Pro、ハロウィンコスチューム、バイオリン、対人ライフル、助手席にダイエットコーラがありました。じゃあ護送お願いできますか？了解だ。ディスパッチ、今から薬中の野郎を護送する。ディスパッチ了解。じゃあこのバイソンは回収要請しますか。 PC45 より LS 保安局、車両適載願います。車種はバイソン、場所はサンディショーズです。 LS 保安局了解、積載車を向かわせる。ディスパッチより各局、お客が料金を支払わないと天使から通報あり、対応可能なユニットは応答願います。場所はサンディショーズです。さて、あの被疑者から見つかった謎の違法な薬物について調べてみますか。あ、落ちました。はい、読み込み直しました。じゃあ続きやっていくとしますか。しれっと名前入れるときにスパイクベルトを出すときとキーが干渉してたな。あれなんとかならないのか。キー設定を変えればなんとかなるけど、もういっぱいいっぱいで割り当てられるキーが少ないんですよね。謎の爆発があったな。まあ、日常茶飯事だから気にしない方が良いぜ。だね。さて、じゃあ行きますか。パトカーのガソリンが少なくなってきたな。後で給油しに行こうかな。ま、動かなくなったら台車を出せばいいだけだぜ。モッド使えってことじゃん。 LSPDFR もモッドだけどな。ま、まあね。そういや思ったが、前のポリススマートラジオのカスタムスキンはどこ行ったんだ。あ、入れ忘れた。次回入れときます。さて、なんか話題出せよ、ウプ主。まだ言わないでよ、こっちだって悩んでるんだから。そういや思ったが、タコメーターのその緑の部分はなんだ？アプデか？あ、これ、自分で色をつけたの。エコドライブの部分。全然エコドライブしてねえぞ。このバイク。どうした？ちょっと止めるわ。前のバイクの運転手さん、路肩の寄って停車してください。こいつまさかヘルメットしてないのか？青いキャップをつけてる。都市部だとヘルメットつけてる人が大半なんだけどね。サンディショーズはヘルメットつけないで運転してるやつが大半だぜ。なんで違いが出るんだろうな。
多分霊夢がノーヘルのバイカーを引きずり下ろしてるからじゃないかな。え、そうなのか。だって前にノーヘルで走ってたら霊夢に引きずり下ろされたからね。ディスパッチ、ノーヘル野郎を職質するから応援頼むぜ、サンディ・ショーズな。ディスパッチ了解、金の対応可能なユニットをそちらに送る。殴られてるじゃねえか。まさか引きずり下ろされるなんて思わなかったわ。だから都市部の市民はみんなヘルメットしてるわけだね。私も見かけたらチップ切ってたりするんだけどな。チップじゃダメなんじゃない？霊夢みたいに実力行使に出ないと。あんなにやる必要あるか？まあ、とりあえずこの人を職質しますか。どうも、警察です。なんだよ。よし、先に行け。俺は後から続くぞ。まず免許証を見せてください。ほら、これだよ。はい、ありがとうございます。ほら、やっぱりタンクトップがこの地域ではお似合いです。BC45 より LS 保安局、ID 紹介願います。ジェシー・ブッシュさん、男性で1989年5月26日生まれです。どうぞ。こちら LS 保安局、紹介の結果、免許有効で逮捕状はありません。では車両紹介願いますか。46LSC107 でサンチェスです。了解、紹介の結果、違反項目はありません。以上 LS 保安局。BC45 了解。飲酒はしてますか？ 6 ヶ月禁止してるから飲んでねえよ。じゃあ麻薬は使ってますか？そんな質問に答える必要が俺にあるのか？答えたくないなら答えたくないってすっと言えよ。違法なものは持ってないですか？持ってねえよ。俺は善良な市民だからな。じゃあちょっと調べさせてください。はあ、危ないもの持ってないんだから調べる必要なんかないだろ。なんか危ないもの持ってないって言っときながら調べさせたくないって矛盾じゃん。まあいいや、怪しい匂いもしないし、ここはノーヘルのチップだけに留めておくか。まあ、ヘルメットしなくて事故って頭に怪我を負ったとしても、それは自業自得だしな。ちょっとドラッグ検査しますか。質問に答えないなら実際に検査します。質問には答えなくて検査は受ける。これもある意味矛盾だよな。まあ、とりあえずやってないことが分かったのでいいでしょう。チップを切っておきます。違反金100ドル、違反点数はなしです。ヘルメットぐらいで100ドルも取るなよ。もうつけてないお前に非があるだろ。はい、ヘルメットは自分の身を守るものですからね。ちゃんとつけて走ってくださいよ。嫌なら自転車に乗れ。自転車は大人ならヘルメットつけなくてもいいからな。いいや、俺はバイクに乗るぜ。じゃな。はい、お気をつけて。待てよ、あいつ結局ヘルメットしてないぞ。もういいや、知らねえや。お金もらったし良いでしょ。おい、あ、ご協力ありがとうございました。あ、じゃあな。さて、じゃあパトロール再開しますか。ノーヘル野郎。サンディ・ショーズじゃどうしようもない気がするけどな。おっと、またしても反対側からバイクが。ちょっと展開、あいつも怪しいぞ。あいつもノーヘルかよ。まだわかんないけど、でもそんな感じだった。どうしたらこういう奴らは減るんだろうな。都市部みたいに。マリサなら見かけ次第マスタースパークで解決じゃない？バイクごと爆発すると思うんだが。悪質なノーヘル野郎はそれで成敗すればオッケーでしょ。マスト要素一つもなくね、この動画。LS 保安局より BC45、車両紹介の結果、登記なし、所有者の免許有効期限が切れています。以上 LS 保安局。はい、前のバイクの運転手さん、路肩で止まってください。こいつはノーヘルに加えて無免許状態で走ってるのかよ。免許の更新ぐらい面倒くさがらずにやればいいのにね。忘れてるだけなのかやりたくないのか。まあ、サンディ・ショーズの奴らは大抵面倒だからやりたくないってのが理由だろうな。危ないので歩道側から。どうも、警察です。あの四輪親父もノーヘルだぜ。ひでえな。まず免許よろしいですか？おら。はい、どうも。調べますね。確かに期限が切れてるな。去年の5月で切れてるな。とりあえず無線。PC45 より LS 保安局、ID 紹介してくれ。アダム・ルンド、男で1983年12月23日生まれだぜ。こちら LS 保安局、紹介の結果免許期限切れで逮捕状はありません。以上 LS 保安局。免許の期限切れてますけど、知ってました？悪いな。忘れちまったんだよ。仕方ねえだろ。ちなみに編集中に気づいたことですが、なぜヘルメットをつけずに走行しているんですか？という質問がストップザペットにありました。
質問し忘れちゃった。違法なものは持ってますか？ねえよ。大体、持ってたら普通に出だすだろ。じゃあ調べますね。警察はそうやって俺たちの権利を奪うんだな。こいつも矛盾案と遠回しに調べてほしくないって言ってるな。チャンスチャンスチャンス。なんだあいつ。間抜けなトリコが。へへへ。あ、鍵かかってたわ。おい待て、そこの間抜け野郎。乗りな、降りてこい。あ、なんだよ。おいなんだよ、下ろすな、おい。はい動かない、車両窃盗未遂で現行犯逮捕だ。俺が何したって言うんだよ、ヤジ馬しに来ただけだろ。いや、明らかにパトカーのドア開けようとしてただろ。で鍵かかってて諦めて平然と戻ろうとしてんだもんな。そういうのただのアホって言うんだぜ。そう、あのダッチは俺のなのに。嘘つけ。はい、そこにいてね。ヤジ馬なんでしょ。あーヤジ馬だよ、クソ。邪魔が入ってすみませんね。まず切符切りますね。あなたヘルメットどうしたんですか？持ってねえんだよ。じゃ乗りなよ。ま、とりあえず罰金ですからね。自転車ならいいけど、バイクはヘルメットを着用するという義務があるんですから。あと免許、ちゃんと更新してくださいね。わったって、お袋みてえにグダグダ言ってんなよ。ヘルメットはしなさい、免許は更新しなさい。何かぜ。というか今思ったが、交通規制してないっていうのになんでこんな渋滞してるんだ？後ろのヤジ馬の車のせい。あーあいつか。俺のせいかよ、ふざけんな。いや、お前のせいだろ。よし、メモ帳にしっかり書いたぞ。何書いてるんだよお前。はい、言っていいですよ。あ、邪魔。さて、じゃあ今度はヤジ馬の人ね。まず一度交通整理するか。そしたらまず、あの車調べますか。サドラーとバイソンって似てるな。ほぼ同じか。BC45 より LS 保安局、ナンバー紹介願います。45RN9435 でサドラーです。こちら LS 保安局、紹介の結果違反項目はありません。以上 LS 保安局。車自体に怪しい項目はないのか。じゃあ中に入れてるものを調べてみるか。おぉ、なんかやべえもの出てきたな。数ポンドの覚醒剤かよ。あとはサッカーボールとショベルだな。BC45 より LS 保安局、車両積載してくれ。サンディーショーズでサドラーな。LS 保安局了解、積載車を向かわせる。LS 保安局、ID 紹介願います。ギャレット・スミスさん、男性で1982年3月24日生まれです。どうぞ。こちら LS 保安局、紹介の結果免許有効で逮捕状はありません。以上 LS 保安局。そもそも何してたの？気持ちを落ち着かせていたんだよ。麻薬はやってない？この1年ずっとやってないぞ。違法なものは持ってない？忘れた。はい調べましょうか。逮捕した奴には問答無用なんだな。鍵とワイヤーカッター、サングラス、ガムテープがありました。ま、そんなわけで君は署まで行きましょうか。変な行動を起こさなければ逮捕されることなかったのにね。あと覚醒剤、車の中から見つかったから。勝手に調べたな、信じられない。変態。いやおかしくないか。まあ変態でいいけどさ。じゃあパトカー入って。よくねえだろ。私変態と実況してることになるんだぜ、勘弁してくれって。まあまあ、とりあえずこの人護送しますね。じゃあ交通規制を解除して。ディスタッチより各局、トラックの盗難事案発生。追跡可能なユニットはコード3を許可します。場所は3、ジアンスキー山脈です。追跡事案か。 BC45、対応するぜ。ディスタッチ了解。被疑者の現在地は GPS に随時送信します。コード3で追跡し、対象の確保。オーバー。そろそろ終わろうかと思ったら追跡事案か。クラッシュしないことを祈ってクライマックス、行きますか。高速道路を走ってるみたいだな。これはダッチの腕が鳴るぜ。止まって、パトカー通るぞ。うくむし、そういやガソリンないんだろ、大丈夫か？確かに、ちょっとガソリンスタンドに寄ってもよかったんだけどね。でもまあいいや、すぐ捕まえれば間に合うでしょ。差は600メートルぐらいか。あいつどれだけ飛ばしてるんだ？まあトラックだし、加速は遅いはず。少しでもスピードを落とせれば勝てるね。あとはウプ主がクラッシュしなければ大丈夫だな。まあ、バカじゃないのか、あのバイカー。緊急走行してるってのに飛び出してくるとは。子供かよ。あ、ビビったわ。だんだん差が縮まってきたな。そろそろ目視できてもいい頃だと思うんだけどな。ちょっと遠すぎてわからねえな。
というか、他の部隊はこっちに来てるのか？いないんじゃない？ファーストレスポンスだし、俺が最初でしょ。そうか。まあいいけどな。さて、見えてくるかな？あの前にいるトラックだな。オッケー、ドライバーは。ケチナーユニット1033トラック。現在追跡中です。BC45、応援要請は受け付け可能です。随時連絡を。ああ、2回ぐらいお願いします。ディスパッチ了解。金の各所2台はコード3で追跡し、対象の確保。オーバー。パークレンジャーが来てくれたな。てか、フェデックスが盗まれてるな。ひどいひどい、DTSP みたいになってる。ディスパッチ、PIT の許可くれ。ディスパッチ了解、DC45 に PIT の使用を許可します。パトカーで止めることはできなくても、電柱とかにぶつけて停止させることぐらいはできるはず。ディスパッチ、バリケード展開願います。ディスパッチ了解、前方にバリケードを展開。対象は4人、ゼロ1 DOT680。なあ、ウムチ、これが ETS 君に対してどういうことだ？これは追跡が終わったら冷めるよ。おう、そうか。あんなでっかいロードブロック敷いたのに全然違うとこで使ってポッとしてったよ。参ったな。ディスパッチ、応援。ディスパッチ了解、それと、米巡回ユニットは進行中の追跡事案に抵抗願います。それだそっか。止まったチャンスだな、今のうちに下ろして確保だぜ。あら、バックで来たのにチャンスを無駄にしたね。さあ降りてこい。あんたたちが追いかけてくるのがいけないのよ。ディスパッチより追跡中の各ユニット、19時2分をもって追跡を終了とします。被疑者確保、100台、逃走0名、以上ディスパッチ。どれも0ってことはねえだろ。ああ、ストップがセットでテイクダウンするとこうなります。いいキーナが押しの方が良いんだけどね。楽をすると LSPDFR がバグります。そうなのか。そこはストップザペットの対応を待つしかないかもな。対応できるのかどうかわからないけどな。こちら LS 保安局、照会の結果免許有効で逮捕状はありません。以上 LS 保安局。ディスパッチ、女性警官ユニット要請願います。パレト、レイです。ディスパッチ了解、パレト、米巡回の女性警官ユニットを向かわせる。じゃあその間に車内調べますか。ボーリングボールと鎮痛剤、唐辛子スプレーの缶、あと MacBook Pro だな。結構普及してるんだ、ロスサントスに MacBook Pro。 パトカーには Windows PC が付いてることが多いけどな。てかよく見たらこのトラック黒煙上げてるわ。DC45 より LS 保安局、車両積載頼むぜ、パレト、ベイデニュールな。LS 保安局了解、積載車を向かわせる。ありがとうございます。所持品検査お願いできますか？了解です。なあなあ、俺あの姉ちゃんと一緒に護送してもらえる？不明よ。ブルブルとサングラス、テロリストマスクがありました。なるほど、ブルブルも流行ってるのか。やめとけって。ディスパッチ、トラック窃盗の容疑者を護送します。ディスパッチ了解。あ、そうそう、ETSP みたいだって話だったね。ああ。そうだよ。どうした？何が ETS2 だったかっていうと、このシーン、雨が降っててさ。おう、降ってるな。で、前の車に。おいおい、完璧に事故ってるじゃねえか。雨で路面が滑ってたもので。で、そのまま前の車をゴロゴロ転がしちゃったんだよね。お前女の方のオプ主に叱られるぞこれ。それが、あのシーンと一緒だったってこと。まあ、確かになんか後ろに繋げてるって部分は同じだな。ディスパッチより各局、救急隊が警察官によるエスコートを必要としています。場所はパレト、レイ、対応可能ユニットは応答願います。しかもぶつかってるのはトラックだし、似てるでしょ。たまたまウープ主が起こした行動と重なっちゃっただけだろ。 BC45 よりディスパッチ、無線の受信を停止します。どうぞ。パレット、これでもクライストやろう。オーバー。ま、なんだあいつ、護送するはずのガレット、スミス殺したぞ。は、おいおいおい、おい、お前何やってんだ。ガレット、スミス、以前にもパトカーを盗もうとしてた。あんな奴に生きてる資格はないだろ。
こっちはもう逮捕してんだ。殺すとか考えられねえな。お、おい。しっかりしろ。LS 救急、大至急 EMS よこしてくれ。護送中の被疑者がやられた。パレト、ベイだぜ。LS 救急了解、対応可能な救急ユニットを向かわせます。この野郎、いつかお前を捕まえる。あれでもスワットかよ。とんでもねえな。ドア開けっぱだけど、大丈夫なのかな。まあいいや。というか俺スワットなんか呼んだっけ。大型車両だから私が1台だけ呼んじまった。ま、仕方ない。駆けつけてくる隊員がハズレだっただけさ。そういやストップザペットはインタラクションプラスの機能も凌駕してるらしいね。ドラッグの成分調査や飲酒してるかどうかのテストもこのプラグイン1本でできちゃうらしいよ。すごいねー。ヤウプ主の導入するプラグインの数がどんどん減るからこやいいな。だ、確かに数的には減るけど、足し算するようなものだからストップザペット自体のサイズはでかくなるだろうね。ああ、まあそうだよな。ちょっと突っかえてるみたいだな。テレポートさせますか。そもそも助かるかどうかわかんねえな。あいつカービンライフルで撃ってただろ。まあ、あの隊員の場所を無理に通った俺も悪いのか。よく考えたら、ちょっと交通の流れが危ないので通行止めにします。結局やられちまったものは仕方ねえから、救急隊に頼るしかないぜ。まずこいつらが邪魔で救急車が通れないんじゃん。あ、走ってきてくれたな。あ、よかった。じゃあとはお願いしようか。これはひどいな。せめてパトカーが防弾ガラスならよかったな。それだったらトランスポーターを使うしかないな。あ、そっか、確かにそうだね。てかよく見たらあの赤い車整備不良車じゃねえかよ。ま、とりあえず助かるかどうか見届けてから終わりにする予定だから。あれ？なるほど、結果はわからぬまま。と。ま、後味が悪いが終わりにするか。お、動いてる動いてる。ま、まさかのセルフ胸骨圧迫。ま、まあそんなわけで、LSPDFR シリーズとしてはだいぶ珍しい最後となりましたが、今回はここまでとしたいと思います。次回はどうするんだ？次回は昨夜と FID 編です。お楽しみに。それでは次回の動画でも、ゆっくりしていってね。